伊藤拓郎は、徳島県阿南市生まれ、東京都練馬区出身の元プロ野球選手、社会人野球選手。宇藤右内、徳島県阿南市生まれ、東京都練馬区育ち。小学2年から野球を始めて、地元チームのツバメ野球部でプレーする。大泉西中では、東練馬リトルシニアに、所属、3年時に、AA アジアチャレンジマッチ。 日本代表に選出される。提供校に進学すると、一年時春から公式戦に、登板。背番号18でベンチ入りした第91回全国高等学校野球選手権大会の、鶴ヶ木飛行船の9回西からリリーフとして登板し、甲子園デビューを果たすと、最速時速 147km を記録。続く3回戦の九州国際大飛行船では、 時速 148km を記録して、中田翔が持っていた1年生の最速記録を更新した。秋からは、背番号11を背負いながら、主戦となり、第82回選抜高等学校野球大会に出場。1回戦の神戸国際大福高戦と2回戦の三重高戦で2試合連続で、関東勝利する活躍でベスト8入りを果たす。 2年になると、スピードを追い求める、あまりにフォームを崩し、請球が乱れるようになる。さらに、夏に、背筋痛に苦しみ伸び悩んだ。同じくして、低強校の投手コーチが退任し、投手を指導できる人物がいなくなったこともあり、その後も調子は上がらず、3年時春の都大会では、初戦敗退を喫する。1点。 夏は休息へのこだわりを捨て緩球で勝負することを決意し、東東京予選準々決勝の習得高戦では7回参考記録ながら、ノーヒットのオーランを記録。決勝の関東1高戦では9回1失点の関東で甲子園出場を果たした。第93回全国高等学校野球選手権大会では、初戦で、 大谷翔平が、エースの花巻投光戦で先発し4回途中後、失点で降板したがチームは8から7で勝利する。2回戦の八田商業高戦では、定評のあった打撃を活かすため先発は、後輩の投手に託し一塁手として出場した。チームは3から0とリードし9回表の守りにつくも、1死から連打を浴び1点を返された直後に、 逆転満塁本塁打を打たれ3から5で敗退した。結局マウンドに上がることはなかったが試合後は、ホームランを打たれた後輩や1年次から苦楽を共に、した、松本剛を笑顔で慰めた。野球部の2学年先輩に、原口文人、1学年先輩に、山崎康明、2学年後輩に、石川亮がいる。2011年10月27日、 プロ野球ドラフト会議で横浜ベイスターズからドラフト指名最後となる9位で指名を受け、11月22日に契約金1000万円、年俸450万円で契約した。背番号は67に決定した。高校の同期である松本剛も北海道日本ハムファイターズから2位指名を受けた。 その後、12月2日に球団名が横浜 DNA ベイスターズになったため、横浜ベイスターズに支配下でのドラフト指名された、最後の選手となった。2012年には、10月5日に、プロイリアト初の出場選手登録を果たすと、同日の対読売ジャイアンツ戦に救援投手として、一軍デビュー。一軍公式戦には、この試合を含めて2試合に登板した。 2013年以降は一軍公式戦への登板機会がなく、2014年10月3日に球団から戦力外通告を受けた。通告後には2度にわたって12球団合同トライアウトに参加。NPB 加盟球団からの獲得オファーがなかった。一方で11月22日には BC リーグの富山サンダーバーズが伊藤の獲得に乗り出すことが報じられた。 12月2日に自由契約選手として NPB から工事同月27日には BC リーグの群馬ダイヤモンドペガサスが伊藤の獲得を発表した。群馬への入団に至った背景には DNA 時代のチームメイトで当時群馬のシニアディレクターを務めていたアレックス・ラミレスからの勧めがあったという。2015年にはリーグ戦29試合に登板。 6勝6敗、防御率4.81という成績を残した。シーズン終了後の11月10日には、前年に続いて、12球団合同トライアウトへ参加している。その後は単身で、オーストラリアのインターリーグに参加、アデレードバイトに所属し、7試合に、登板、2勝0敗、防御率2.51の成績を上げ、ポストシーズンにも二試合登板している。 2016年も引き続き、群馬でプレーし、ウィンターリーグの経験から前年より調子を上げ、16試合に、登板、8勝2敗、防御率2.48と、成績が良化した。この年リーグ優勝した群馬が出場した、グランドチャンピオンシップにも、登板、1勝を挙げて、シリーズの MVP に選ばれた。11月12日、3年連続となる12球団。 合同トライアウトに参加し、1安打1四九一ボンダの内容だった。2017年は、オフに12球団合同トライアウトを受けることを、目標とせず、群までのプレーに専念し、投手陣のリーダーとして、チームを引っ張る。結果、リーグトップタイの13勝を挙げ、東地区優勝に貢献。最多勝利と、最多脱三振のタイトルを獲得する活躍をした。 10月30日に対談が発表された。日本製鉄鹿島時代2018年からは、社会人野球の新日鉄住金鹿島にてプレーを続けることとなった。同年8月に結婚。最速時速1 4 8キロメートルのストレートと、鋭いスライダーが武器。2014年の12球団合同トライアウトでは、 最速時速1 3 8キロメートルまで急速が落ちていたが2015年のオフのウィンターリーグで最速時速1 4 6キロメートルにまで急速を戻しているドラフト指名時は潜在能力を高く評価されていて打撃センスも抜群だと評価されていた自身の球歴が三年ごとに 区切りが来ていると感じており、高校、DNA、BCL 群馬に、それぞれ3年間ずつ所属した。なお、その後に入社した日本製鉄鹿島では、3年以上、プレーを続けている。ありがとうございます。